船橋の戦後復興を支えた幻のご当地ラーメン、ソースラーメン。このソースラーメンを広めるために船橋ソースラーメンプロジェクトが、ラーメン評論家の山地力也さんの呼びかけで立ち上がりました。もちろんその元々から根付いているレジェンドとも呼べるこう伝説的なラーメンはもうリスペクトしつつですね、なおかつそこにこう挑むような形で新しいお店が自分たちのこの技をソースにぶつけるっていう、かなり面白いラーメンができてるなっていう気がします。まず最初にご紹介するのはラーメンバー黒さん。船橋大好きです、どうぞ。黒さんはもうとにかくスパイシー、大人のソースラーメンという感じです。とは言いつつ、あの辛いものが苦手な人でも食べられる味わいになってます。途中で生卵を割るとまたまろやかに味が変化するので、ぜひ食べてみてください。お次はギラギラ。船橋をますます元気に、どうぞ。ギラギラさんの場合は、もう完全につけ麺、ソースつけ麺。これはあの今までのソースラーメンの店にもつけ麺タイプはなかったので、もしかしたら日本初のソースつけ麺かもしれません。あの自家製麺の美味しさに、注目してください。麺屋荒木、かまどの番人。船橋盛り上げます、どうぞ。かまどの番人さんはもともとのそのお店自体が濃厚豚骨魚介ということで、その魚介とソースのコラボレーション、今回の参加店の中で一番濃厚なスープになっています。魚介とソースがどう合うのかっていうのがポイントだと思います。3代目ラーメンどころ丸波極み。生まれも育ちも船橋です、お願いします。マルハさんの特徴は何といってもあんかけですね。たっぷりの野菜をこう中華鍋で炒めたあんかけが乗っています。そのあんかけとソースの、味の組み合わせ、ここがポイントになります。最後にラーメンアシュラ。はい、ラーメンで船橋を元気にしたいです、どうぞ。アシュラさんのソースラーメンはもうこうオーソドックスな、伝統のソースラーメンを磨き上げた一杯という感じです。しかしこう途中でこう濃厚なソースがかかってますので、それを溶かすことによって味が劇的に変化します。その変化も注目です。これからの広がりが楽しみな船橋のご当地ラーメンでした。